はい、ダービーサリオンスイ実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょうね。97年目、100年以内にクリアは難しいですかね。今日はね、3本目の収録になります。もうどんどんね、アップしていきますんで、皆さんついてきてください。今日はね、ブログの方で、ゲームブログの方でも、ゲームオブザイヤー2015ですか、まあ、マイベストゲーム2015の記事をね、アップしたいと思ってますんで、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、僕のゲームブログなんてね、おそらくマイベストゲームは、まあね、PS4 のね、まあ、そんな話いいですか。ここでね、おそらくこの実況を見てる方はね、僕のゲームブログに対して興味ない方が多いと思うんで、競馬好きの、ね、方が多いと思うんでね、だからね、この実況を見てる方はね、登録者が 15% ぐらいでね、もう残り 80% ぐらいがもう登録してない方なんですよね。だからもうそういう方はおそらくね、競馬好きが見てると思われるんで、まあ、そんな話はどうでもいいんで始めていきましょうね。ビギナーズヘルが、ね、すんなり500万円下を買ったんで、オープン入りですね。なかなか期待できそうかなと。まあ、スピードはまだまだ成長途上ですけど、ね、スタミナがなかなかあるんで。490がベストですよね。ちょっとね、どんどんレースに出していきたいんで、使えますか。府中山菜ステークス、オープンクラスでどういう競馬見せるか。角田ジョッキーでもいいですね。あ、乗ってくれないと。先生も乗ってくれない。それなら、まあ、やっぱ、エビショージョッキーかな。エビショーさんか、ノリさんか。ノリさんで行きましょうか。車結構乗り換わり多くなりそうですね。距離伸びるのはいいと思うんでね、カッティングエッジあたり切れそうですね。また入れ込んでる。あ、でもいい感じやね。先行でこの辺り、北斗ヘリオスあたりはね、短距離馬なんでね、マイラーなんで、スタミナを要する流れになったらね、勝てると思うんでね。まあ、折り合ってますね。何話そうと思ったんだっけな、なんか話すことあったと思ったんだけど、全然思い出せないというね、よくありますよね、この年になったら。年齢は言いたくありませんが、ね、大台乗ってしまったんでね、今年ね。なかなかいい手応えだよ、これ。これは来たんじゃないの、ひょっとしたらね。スタミナあるんでね、この馬ね。なかなか根性もあるし。あ、でも北斗ヘリオス来た。これマイラーだから。あ、でも伸びたね、最後までね。ちょっとこれ重賞じゃないんで、本賞金加算されないんでね、ちょっと、勝っておきたかったですね、ここね。さて、朝日杯出しますかね。あ、ちょっと疲労が溜まってると。放牧出しましょうかね、ちょっとね。腰を怖いんでね、放牧出しましょう。ちょっと使いすぎましたね。というわけで、1月1週ですね。コメントを確かめないといけない。アキラと、アキラと、坊主さんですね。坊主さんあたりあまり期待できないと思うんでね、ビギナーズヘルをね、入球させましょう。
コーラあたりね、ダートをね、調教して、ダートを調教してね、スタミナをね、増やしておきましょう。まあ、ドコラあたり使いましょうかね。そろそろ芝調教もやっておかないとダメかな。おお、ちょっと状態早く上がりすぎだよ。本当は 2000m 線がいいんだけど、まあ、ここら辺り使いますか。ジュニアカップね、ここね結構相手が強い時あるんでね、まあ、京成杯マイルはちょっと短いと思うんで、うん、2000m まで待ちますかね。アキラスタミナ、アキラが結構期待できそうなんだよねこれね。ボーシューさんもスタミナきた。おお、これきたね、スタミナスピード。おっと、絶好調、マジでそれはないよ。ちょっと早いとこね、権利を取りたいんでね、ちょっと難しいですねこれね。まあ、絶好調でジュニアカップ行きましょう。勝たないとね、ここね勝たないといけない。 2000m の重賞があったらいいんだけどね、京成杯がマイルなんでね、この時代はね。ノリさん乗ってくれない。先生先生と行きましょう。んー、ちょっとこれはねまだ成長途上なんで。アキラは根性がつかなかったということですね。まあ、ボーシューさんはスタミナだけなんでね、厳しいですね。翌週。ちょっと入れ込んでるか、いい感じ。あ、この相手にこの印っていうのはね、先行できましょう。まあギリギリね、ダービートライアルで権利取ってという形になりますかね。ちょっとね成長型遅いんで、ここできれば勝ちたい。折り合ってるんでね、なかなか。だから、ね、ゲームオブザイヤーはね、まあ、僕マイベストゲームって言ってるんですけど、おそらく PS4 のブラッドボーンかね、ダークソウル2にしようかと思ってるんですよね。まあ、ダークソウル2はね、リマスター版なんでね、PS3 版のリマスター版なんで、まあ、おそらくブラッドボーンにしようかなと思ってるんですけど、うん。こんな話しても多分ね、わからない人が多いと思うんでね、PS4 の話なんかしてもね、ちょっと前行かないと、前。この位置はちょっと後ろだな、切れ味ないのにさ、バテてくれ、前バテてくれ、バテてバテて、自分がバテたらあかんだよ、自分がバテたらあかん。勝て、勝ったね、よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと後ろすぎるよ、あの位置取りは。これでね、うん、賞金を掴んだんで、まあ弥生賞アトリ使ってね、うん、放牧出してまたダービー目指しましょうか。それがいいね、うん。そうそう、この話をしようと思って、ね、ビギナーズヘルってね、僕有馬記念をね、今年の有馬記念を的中した白い金貸しこと夏さんにね、よく言ってたんですよ。僕口悪いところあってね、そういう言葉をすぐ使ってしまうんでね、あの時本当に夏さんは心底怒ってたんじゃないかなと思うんですよね反省してるんですけどね、ビギナーズヘル。さてどこ使うか、ビギナーズヘル。この馬がちょっとでもダービー締めくくったらね、なんか名前的にはあまりハッピーエンドじゃないような感じもするんですが、だからパッパパカパ、これパッパカパーって言いにくいですよね。パッパカパーね、僕最後知らないんですよね。
主人公の杉村でしたっけ、あのビギナーズヘルがねどうなるかちょっと知りたいんですよね、話の続きをね。共同通信杯あたり行きましょうね。絶好調ね。見ましたよねコメントね。早熟か。早熟っていうのはねちょっと意外だな。絶好調だね。これで出しましょう共同通信杯。この世代のライバルをねちょっと見たいですね。また乗り換わりどうなってんの。やっぱエビショーだな。エビショーさんに乗っけましょう、信頼できるなエビショージョッキーね。いつも言うてますけど僕イーゼセゾンね。ビギナーズヘル、あいい感じですね。まあちょっとスタビライザーあたり、このあたりもちょっとレベル低いですよね。先行できましょう。スタミナやっぱりこの場あるね。無尽蔵のスタミナという感じがする。ちょっとダービーまでにスピードをねアップしないといけませんね。スタミナあるんで、なかなかいい前に成長しましたね。あとはだからライバルに恵まれてほしいですね。まあ、このままねもう先方は先行しかないんで、いい感じですね。上がっていった。もうねじりじりとね、伸びるんでね、持続質の末脚なんでこれはいいんじゃないでしょうか。バテってはいないんだけどねこれねなかなかしぶといねこのね。ああ3着か。まあいいでしょう。ちょっとやっぱりまだ力つききってないかな、体調崩してしまいましたと。あちょっとコメント見るの忘れたよお前マジかよ。まあ坊主さんはねスピード言われてないんで引退です。そしてアキラあたりをどうするかですねこれね。スピースター言われたんで、まあ入れましょうか。じっくりゆっくりやりましょう。ちょっと体が小さいのがねちょっと難儀なんですけど、アキラもねちょっと救いようのない話でしたよね。だからね谷の風の谷のナウシカとかね結構似たところあるんですよね。あのエヴァンゲリオンとかね、その3作品の中でも一番希望がないというかね救いようのない話なのがアキラですかね、だから一番だからその3作品で一番好きなのは風の谷のナウシカかな。あれは見てほしいですね、映画でというよりあのコミックで見てほしいですね。お一発で戻ったね。どうしようかこれ難しいところですかね。あまり放牧出したくないんで、電影少女はあまり知らないんですよね。確かジャンプで最初にね出てきた時にちょっとエッチなシーンがありませんでしたっけ。それは覚えてるんですけどそれしか覚えてないこれどうしましょうかね
難しいですよね。ちょっとここで難しいな。放牧出しましょうか。ちょっとね、放牧出しましょう。まあ調教しておいてもよかったね。まあいっか。まあ合わせていっぱいもやっておいた方がまあいいんですけど、まあ体が小さいんで、このままね、あまり合わせ馬はできないかもしれない。確か PS のね、ダービースタリオンはね、初代のやつはね、体が軽いほどね、切れ味があって、瞬発力があってね、軽い馬じゃないと最強馬作れなかったんですよね、確かね。重い馬だとずぶくなってね、そのシステムが僕はあまり好きじゃなかったんですけど、まあ、それが99になったら大逃げ万歳の、大逃げがめちゃくちゃ強くなって、バランスがちょっと崩れてね、さて生まれました秘密のアッコ、まあ、ちょっと牝馬なんで期待薄ですねこれね。サクッといきたいんで、キャッツアイもつきましたしね、なんかいませんかね。まあ、ブルマで行きましょうね、ブルマ。ドラゴンボールのね、ブルマ。もちろんです。もちろんですよ。ブルマ。やんちゃか、1000万円。これはどうなのかな、ちょっとわかりませんね。この秘密のアッコはもう、イブンベイですよね。ちょっと今繁殖牝馬すごい多いですね。このね、1,2,3,4,5 頭の中からダービー馬をね産んでくれる繁殖牝馬がいるのかどうか。まあ、ユリアがね一番期待ですよね。ちょっとこのままね体重が軽いんで。期待やね、何でしょうか。笑うセールスマンって入りますかね。笑うセールスマン、セールスマンって前入れたんですけど、笑うも入りますよね。入りますね。これいきましょう。期待ですね、セールスマン。あー、おとなしい。おとなしいだったらダメだな。おとなしいはダメ。マルちゃん。オッケー。よし。あ、そうですね。気球させないといけない。なかなかね体重が増えてるんで、違う。アキラ、そろそろね、まあ、ダート炭素強め、まあ、早熟なんでね、スピードもやらないといけないんで、芝調教もねやらないといけないんでね、現在20分か、もうそろそろ終わりにしないといけませんね。さ
サスケ賞までやりたいんだけど。ヒンバ。アスカにしましょうかね。あの、エヴァンゲリオンのね、アスカ。ちょっと、またヒンバか。何にしよう。レイコで行きましょうね。大原レイコ。大原レイコでしたっけ？違うな。あの、こち亀のレイコね。こち亀のレイコ。黒いけど。黒影だけどレイコ。アスカだり、ヤンチャー来たね。あ、なかなかいいかもしんない。ヒンバーでもね、ダービー狙えるんでね。これもそこそこいいよ。悲鳴のボタンにキャロルハウス。これ爆発したら強いと思うんだよね、これね、キャロルハウスはね。そしてどれでしたっけ、秘密の悪じゃなくて田園少女にアスワンですね。アスワン、ちょっとまたね、時間の方が伸びてるんで、できれば皐月賞までやりたい。よし、 OK、 いい感じですね。ちょっと芝をねやりましょう。またまた、まだいたのか。ボバはね、リアル車台。この辺はね、筋肉マンシリーズでね。何しようかな。まあ、ジャイアン行きますかね、ジャイアン。ジャイアンつけてないですよね。ジャイアンはね、現実の競馬にも、ね、大隅ジャイアンとか、いましたよね。ジャイアン。スネ夫とかでもいいもんね。おとなしい。これいまいちだな。お金は7億あると。日本ピロ見ないね、リアル車台っていうのもどうかと思うんですけど、まあ、3でいきますか。この3のサンデーはね、そんな強くないんですよね。まだそれほど実績がない頃のサンデーなんでね。実績がないって1年目から実績ありますけどね、サンデーサイレンスは。本当サンデーの出だした頃のゲームなんでね、それほど、だから、あの、種付け料も1500万円ですし、本当ね、初期の頃のやつなんでね、ゲームなんでね。ちょっと戻ってこないね。合わせ馬やろう。変わってきたね。これで皐月賞出れますね。よし。今回皐月賞で終わりにしましょうね。ちょっと長かったですけど、できればね20分未満で終わらせたいんですけどね。皐月賞でね、どういう競馬を見せるか。ちょっとスピードがね、足りないんじゃないかなと思うんですけど、エビショーさん。よし、OK。ウィナーズチケット、イーゼセドン。ウィナーズチケットぐらいだったらね、シルバーストーン。ホワイトストーンですね。あ、ちょっと飛ばしてしまいましたが、落ち着いてましたね。やっぱ印ついてないと。まあ、でもライバルはそんな強い世代ではないですね。ダービーあたり、もう一段階に成長したら、チャンスあるかもしれませんね。まあ、印よりかはね、やれると思うんですけど、このままね、ビギナーズヘル。もう逃げるぐらいでいいんだよね。折り合いもついてるし。こ
こらでね4着ぐらいに入ったら期待できるんだけどね。もう上がっていっていいよ上がっていけ。もう 1000m もうロングサーバー、ロングスパートでね行ってほしいね。ちょっと貯める必要ないってそこで、エビショウさん貯める必要ないよ。ウィナーチケットいい位置じゃん。これダメだ、もう貯める必要ないところで貯めてるからね。これはもうウィニングチケットに前行かれたら勝ちようがないね。せっかくスタミナあるのに。でも3着来た、やっぱりこれダービー期待できますね、うん、スタミナはあると。あとはだからスピードをね強化してダービーに絶好調で挑みましょうね。チャンスあると思う本当に。というわけで今回これで終了しましょう。ご視聴ありがとうございました。 そうですね、あの今日これでね3本目なんでね、4本上げるかどうかまあ分かりません。正直夜にねプレイしてあげるかもしれないんで、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。